アタック開始だ。悪くなかった。なんとかなったね。油断するなよ。上出来だ。するなよ。このまま押し切れ。なんとかなったね。上出来だ。お前がメフィストさん。おや、どちら様ですか。取ったはずだぜ。別のやつがな。やれやれ、クライアントの情報をもらった。お前にこれからはない。フリーのハッカーたちを焚きつけて、ザクソンの依頼で。ザクソン、ああ、
あの青臭いお子様のは困りますね。子供の正義の味方ごっこに付き合ったアカウント売買は実に割がいいし、ハッカーたちは小遣い程度の額でせっせと赤一銭にもならない正義の私の商売をほやごたくはいい今はおやおやクーロンで営業さ企業戦士をなめてかかる大人の本気を見せてあげましょう。みんなのおかげだよ。まさかそんな。おとなしくアカウントを渡せ。あなたたちのようなガッ。なんだ？ティラノ。あの野郎、アカウントばらまいて逃げやがった。待て、王の後でいい。散らばったアカウントを集めるのが先だ。一通り拾ったが、ザクソンから聞いている数より少ないな。残り奴の様子も気になる。千歳、メフィストさんに逃げられた。ああ、見てたぜ。今お嬢が追跡してる。メフィストさんは奥の方に逃げたのか。近くにログアウトゾーンがないから今がチャンスだ。よし、すぐ。ハック開始だ。上出来だ。
あんた、いいかもだぜ。このまま落ちて。上出来だ。油断するなよ。このまま落ち着け。上出来だ。さあ、行こう。ハック開始だ。みんなのおかげだよ。大したことないな。別のハッカーにやられたか。しっかりしてくださいよ、メフィストさんさ。畜生、こんなゲッソ。おい。あ、なんだてめら。お前たちと同業のもんだ。メフィストさんに用があったんだが、何があった？どうもこうもねえよ。メフィストさんさんはいつも通りアカウントの取引をしてて、も気づいたらどんどん様子がおかしくなっちまって、おかしいなと思ってたんだ。メフィストさんさん、でもあれは決まってるなんてもん。
戦っているうちに突然様子がおかしくなってしまった。さあな、突然人が変わったように暴れ始めた。一瞬奴の背後にデジモンのような姿が見えた。ひょっとしたらそのせいで奴はおかしくなったのかもしれない。俺たちのデータ化された意識に、まあ噛み砕いて説明するとだな。エデンの根幹システムには精神のデータ、俺たちの意識はエデンアバターにそのデータがダウンロードされること。精神データはあくまでデータ。でもそんなことありえないと思う。精神、そうなんだよな。までもこんなこと俺たちが考えて、ひとまずメフィストさんを懲らしめることには成功したんだろ。依頼完了じゃん。いや、まだだ。ザクソンからの依頼は借られたアカウントデータの破棄だ。奪われたアカウントは全て取り返す必要がある。メフィストさんの端末情報はコピーしておいた。エリカ、解析してくれ。奴が他のアカウントをどこにやったのかが知りたい。ワームも手伝って。はいですよ。お前お手伝いができるようになったのか。はいですよ。エリカに教わったんですよ。メフィストさんが他のユーザーとやり取りしていたら。見せて。企業ユーザーと頻繁にやり取りしてるね。アカウントの転送ログもある。そいつだな。なんて企業だ。どう考えてもいや、そのまんますぎて悪ふざけのレベルだね。メフィトさんはこの企業にアカウントを売っていたみたいでしょ。企業の一番偉い人の名前。アカウントの転送先はその企業サーバーか。直接侵入してデータを奪うぞ。ほんじゃま、俺とお嬢は引き続きサポートに回りますか。おい、どうした？行くぞ。
サーバに侵入するのは感覚はそれによるメリットデメリット電脳空間にさ何よりそのエデン内に従来のハッキングではだがあデメリットはもちろんこういうもちろんその辺は管理側もその証拠に自分たちのセキュリティに絶俺たちはそこをつく奴らの
開始だ。ハッキングってのは基本的突破されたことに気づかれるとこっそり作った裏口をバレ、今回はその辺は千歳が外から担当、俺たちは気にせず、デジモンがいる場合企業がハッカーを雇っているかの、ハッカーを雇うことで、だがどうしてそこ、俺に言わせりゃハッカーがいるってことは、ハック開始だ。悪くなかった。油断するなよ。なんとかなったね。ハック開始だ。上出来だ。開始だ。上出来だ。
なんとかなったね。ハック開始だ。Thank you.
Thank you.